本木さん、不審者で、佐藤一輝さん、キューちゃんで、佐藤あおいさん、そして撮影から急遽駆けつけてくれました藤田徹さん、朝の話監督、豊島圭介監督、不審者監督、佐川いずる監督です。撮影してる最中にキャベツ切るのがどんどん上手くなりました背面飛びもそういうことになっちゃう。だんだんうーんって切ってポタッと僕のもここで死んでいくという。それ笑い話で済んでる、うん、いやいや笑えないですその厨房、はい、調子に乗ってたら麺が全部上行っちゃって天井についちゃって、お客さんが、うん、もう気がつくともう年長者の部位入ってるんですよ若い皆さんとこうやってやれるのは個人的にはすごく、はい、すごく楽しくて、はい、うん、そういう、こう若いフレッシュな力も存分に楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、皆様、はい、よろしくお願いいたします。この映画スリリングな日常は6月25日よりここユーロスペースでロードショーです。